暑いですね。セミが鳴いてますけど、今年はセミ取りをしませんでした。っていうかしたいんですけどね、すべてセミを取れるのが僕の特技なんですけど。あ、ジン・ヒロシです。ダンサー、俳優、動画集客、振付家のジン・ヒロシです。動画を進める理由なんですけども、主に YouTube 動画、フランスの方にはデイリーモーションっていう動画もあって、 YouTube 以上にっていうフランス国内では人気なんですけども、動画をやることで自分をプレゼンテーションするだけではなく、海外の人たちに言葉を使わなくてもね、伝えることがたくさんできると思うんですね。そんなわけで今どなたかがおこがましいと思うんですけど、自分が知りたいことをさ動画にしてるだけなんですけどね、Google プラスの第一人者、また上様さんの第一人者って書いていただいた方がいて本当に感謝していますが、第一人者ってたくさんいるようなんで、僕はとにかく好きでやってるということで、その Google プラスは実は YouTube ともやっぱり連携してるわけですからね、 YouTube に動画アップして、なんと URL を貼るだけでそのままタイトルも出てくるんですよ、 Google プラスには。そんなわけで動画をプレゼンテーションに使うのはいかがでしょうか。最近は音ゲーの振り付けを依頼したり、ガムの出張講師の可能かというのを依頼をしたり、検索で振り付け家ジン・ヒロシというのは出るようになっているので、そんな調べ方は皆さんしてるみたいです。ですから頭文字っていうか頭の方に頭でなくてもいいんですけども、動画のタイトルの中には検索される言葉を入れるといいんじゃないでしょうか。振付家ジン・ヒロシであったり、ダンサージン・ヒロシ、だったりあと何しようかな、イケメン俳優イケメン俳優はまあ いらないです、いいです。そのわけでジン・ヒロシとフェイスブックで友達になりましょう。 Google プラスももちろんファンページに入った方はご紹介いたします。ジン・ヒロシでした。セミ取りたい